イオンモール新小松は石川県小松市清六町にあるイオンモールの大型ショッピングセンターである。同県内では2008年に開業したイオンモール下北に次いで2カ所目のイオンモールとなる。2017年3月24日に開業したイオンスタイル新小松を中核店舗とする。イオンモール新小松の証券は小松市と隣接する加賀市イオンの店舗が出店していない。 福井県岩原市や堺市などを想定している。建物は地上3階建てで、商業施設面積は6万3千平方メートルと、河北市に立地するイオンモール河北よりもやや小さい規模となっている。東モールの周辺には、イオンリテールが運営するイオン小松店や、平和堂が運営するアルプラザ、小松などの大型ショッピングセンターがある。イオンスタイル新小松を各店舗として、 イオンモール新小松では全体で約160店舗、石川県諸出県の46店舗のテナントで構成されている。テナントの詳細は公式サイトのショップリストを参照。イオンモール新小松開業後イオンモールが調査したところによるとイオンの店舗がない福井県からの来客した自動車の割合は2割あったことが明らかになった。また、 福井商工会議所が行ったアンケートによると、アンケート有効回答数の43.6%が、イオンモール新小松に行ったことがあると回答した。福井県外への買い物の行き先では、金沢フォーラスを抜き、第1位となった。その一方、福井県内の商業施設などでは、イオンモール新小松への顧客流出を危惧し、その対抗策として2017年7月には、 福井駅前の商店街とラブリーパートナーエールパが対決型のイベントを企画、開催。同年10月には西部福井店、ラブリーパートナーエールパ、ショッピングシティベル、パリオシティなどのライバル店同士が連携してオール福井実行委員会を結成。LINE を活用し情報発信を通じて顧客取り込みを試みる動きがある。ありがとうございます。